皆さんこんにちは、応援していた候補が選挙に通って一安心のヘルニアです。後半戦も地域によってはあるので、ぜひある方は言っていただいて、本日は現代モッド日本プレイの続き。デフレ脱却し、ハトポッポが球場改正の1本目の矢をぶっ放した直後からの再開ですね。バンダではイデオロギーによって、例えば戦争目標の正当化などは制限されますが、現代モッドでは法律によってそのあたりの制限レベルが変わってきます。現代日本は選手防衛、現代モッドはプレイヤーが暴れない限りは、国際緊張度がバニラのようにすぐには上がっていきませんので、これを下げることによって領土拡大防止じゃなかった国際的介入をやりやすくして、日本の安全体制を整えるという方法もあります。国際的介入まで下げれば、かなり動きやすいレベルまで制限は下げられる。別に今回の目標は大東亜共栄圏を作りたいとかではなく、日本の現実的な脅威を考えたらそれは北朝鮮、ロシア、そして中国になるわけで、とりわけ国力の高い中国を抑え込むのを目標にこれからは進めてみるか。ここからの政治的方向性としては3つありまして、1つがまだ現実的な民主的ルート、もう1つが君主制を廃止してでの共産化ルート、最後に天皇陛下万歳と、東アジアを再び暴れ回るルートです。ただでさえ隣国3つが頭パッパカパーなのに、日本までおかしな主義を取る必要はないと、今回は現実的な民主国家で進めさせてもらうぞ。毎回天皇陛下万歳スタイルでは確かに芸がないですからね。うちの視聴者天皇陛下万歳主義者多数だからむしろ暴動起きかねないんだけど、まあ君主制廃止してるわけじゃないから許してくれメンス。アホみたいなインフレというか金利は未だに継続中なんですが、景気は好景気状態と経済状態だけは常に良さげな日本。経済状況が良くなれば、政府の支持も高まっていき、難易度の高い憲法9条改正もやりやすくなるというものです。これでようやく海軍のアホみたいなコスト制限から解放されるわけですね。ということで介入主義を達成して、無事に出幕を取り除くことができたな。大幅な領土拡大は正直考えていない。というよりも領土拡大したとしても工業力でこの辺で日本より上なのは中国だけだし、その中国は言わずもがな日本以上の陸海空軍を整備してきているから、アメリカと一緒とかならともかく、単独で勝つには相当苦労しそうな相手だぜ。逆に中国の広大な土地を抑えきれたのなら、すでに我々が先の大戦で抑えてましたって。確かに、100個師団規模いた帝国陸軍時代でも完全占領まで至らなかったわけですから、今の陸上自衛隊十数個師団程度じゃ、いざ中国との戦いになっても、日本の制圧能力不足により、戦いを終わらせることは極めて困難かもしれません。しかし日本本土の安全を守るためには、海上戦力のさらなる増強が不可欠、かつ最優先事項と言えるでしょう。憲法9条が外れたことで、やっと複数のモジュールを搭載しても、制限に引っかからない駆逐艦などが作れるようになったことは大きいです。今までは財務省がケチとかは関係なく、特に偵察用のヘリだの攻撃手段の魚雷だの、重そうなものは制限せざるを得なかったからな。じゃあ中国との戦いまでに、できるだけより優秀な海軍をまずは整えてもらうとして、なんかベトナムが借金を帳消しにした、けしからんってことで戦争仕掛けられそうだな。うーん、迷いどころですね。確かにベトナムは東南アジアとして勢力を伸ばせれば、中国と陸路でも繋がるため全然ありだとは思うのですが、悲しいこと言いますと、ベトナム軍数は地味に日本よりも多いです。陸軍の質は自衛隊の方が上でしょうが、彼らはアメリカを苦しめた実績トレンドがまだありそうですからな。うーむ、世界中から支援が来て、泥沼化しても困るしな。ここはスルーしておくか。それとは関係なくですが、アメリカが突如としてキューバに宣戦布告、世界中がなぜ今更キューバになんかと、アメリカは大ブーイングを受けております。カストロを着実に始末したかったのだろうか。もっと穏便にやればいいものを、多分何にも考えてないパターンだろうな。これは今までは経済優先で民需、オフィス、あとあまりに少ない軍需工場を増やしてきましたが、造船所数もまたあまりにも少ないため、早い段階で増強していただくことに。現代モッドの軍艦はハイテクになっている分、一隻作るのにも一苦労だからな。工業力のある日本でも整備には時間がかかるだろうが、やらないよりかは絶対マシだからな。大変です。中国が尖閣諸島を要求してきました。何、ちょっと強硬な要求が早くないか、どうすりゃいいんだ。外交において、基本的に引くということは、チェコスロバキアの時のように押し込まれて、後に悲惨なパターンにもなり得ます。幸い中国から宣戦布告してくる分には、アメリカの後ろ盾を日本は得られますから、ここは強気に拒否してしまいましょう。なお万が一中国との戦いに突入ということになりますと、これは大変な話でして、相手の方が海軍数も多いですから、やはり日本の海軍だけでは守りきれるかどうか。やはり戦わざるを得ない状況になるにしても、米国の力を借りられるように持ち込むのが望ましそうだな。日本の陸軍戦力は、敵の上陸などに対する迎撃戦力としては十分な戦闘力を持ちますが、あくまで迎撃戦力としての戦力といいますか、運用思想のもと作られた状態であり、やはりいざ中国、ロシア、北朝鮮などとの有事になった際には制圧能力不足。ということで防衛費を大きく増やさせていただき、制圧部隊として戦力を倍増していきます。ただそれでも30個師団程度なんだよな。しかし師団としての強さはなかなかのものがあると思いますよ。例えばこちらはこれから量産していく機動力もある部隊、砲兵大隊あり、戦車もありと突破向きな40幅師団となっています。なお予算は福祉をギリギリまで削っているおかげで、ちょっとくらい防衛費が上がったとしても問題ないくらいの緊縮財政であります。なんでご老人らによる暴動が起きないのか不思議なレベルの福祉なんだが。あと反撃能力として中距離弾道ミサイルを今猛烈に研究中ですが、結論から言いますと、作り方は分かったのですが飛ばし方のノウハウがアホな三角形にはなかったために、作っただけで飛ばせず終了とかいうオチなので、今後ミサイルが飛ぶことは残念ながらありません。頭のいい社長も北朝鮮の技術レベルには遠く及ばなかったということですね。
って社長を小馬鹿にしている場合じゃありませんよ皆さん。2007年突如として北朝鮮は韓国に宣戦布告。もしここで北朝鮮が勝ってしまうようなことがあれば、日本の国防はさらに厳しくなってしまうでしょう。これはいけない。今すぐ余っている兵器だけでも韓国に送って支援してやるんだ。あれ、武器輸出していいのかいマリサさん。何寝ぼけてるんですか。とっくに憲法9条は外して武器輸出も OK ですよ。何だったらバニラで義勇軍的な部隊も送ろうと思えば送れますよ。韓国はやはり徴兵制度もあり、陸軍としては規模感なども含めますとかなりの戦力を持っていることは間違いありませんが、北朝鮮も陸上戦力は多めです。となれば差をつけるのが空軍戦力だと思いますので、ここは旧式とはいえ現状使っていない航空戦力を送り数において優勢な状態を作るのがベスト。なお実際に旧式機を操縦して粉みじんになる可能性が高い彼らの人命は考慮しない模様。旧式とはいえ送ってやってるのだから文句なんて言わせませんよ。まあその他陸軍の偵察戦闘車、小銃なども少数だが送って韓国を全面支援だ。正直韓国とは関係が悪い状況が続くが、韓国としては国家存亡の危機で日本と揉めている余裕なんかないし、日本としても韓国に潰れてもらうとそれは非常に非常に困るわけだから、このまま韓国が北朝鮮を潰してくれるレベルまで援護を続けていくんだぜ。韓国と北朝鮮の戦いは戦線がそこまで広くない場所に多数の陸軍がお互い存在するため、初っ端からどちらかが押される展開ではなさそうです。で大変ですよマリサさん、北朝鮮が武器を速攻で送り込む、日本に武器入れて戦線布告してきました。何、韓国だけでも元の国力というか経済力的に大差があるんだから、長期戦になれば原則不利なのは北朝鮮だというのに、さらに敵を増やしてくるとは。しかしこれはチャンスですぞ。韓国と北朝鮮の戦いに今のところアメリカも中国も未介入、途中から介入するにしても韓国と日本なら本格介入の前に北朝鮮を楽々叩き潰せるでしょう。日本に最も足りなかった陸軍の数というものを韓国は持っている国です。作戦としては韓国にメイン戦線で敵を引きつけてもらっている間に、我々が上陸して手薄な港を抑え、浸透し一気に終わらせてしまうのが基地かと。中国やロシア海軍ならともかく、北朝鮮の旧式潜水艦がメインのような海軍であれば制海権を確保するのは楽な話です。さらに言えば上陸に使っているのは最初からいる陸上自衛隊の精鋭部隊。それを対戦車火器があるかもわからない歩兵ごときで抵抗できるはずないでしょと。海軍のミサイルなどの上陸支援もあり、上陸作戦は想像以上にスムーズでありました。よし、敵が本格的に来て防衛ラインを構築する前に一気に抑えてしまえ。北朝鮮程度の領土なら10個師団規模でも十分制圧することは可能であろう。しかし日本軍も上陸から一気に北朝鮮が敗北寸前となり、危機感を持つのがやはり中国。アメリカはこの戦いに現状介入する気はない立場であり、日本はこのまま進むこともでき、北朝鮮くらいは降伏に追い込めると思いますが、アメリカ抜き、日韓で大国である中国を撃破しないといけなくなるでしょう。それでもここで韓国を見捨てることは、今度は韓国が中国と北朝鮮に怒られる。すなわち日本のためにもならないから、ここは覚悟を決めて恐れず進んでいくんだぜ。北朝鮮の戦いの結果から言いますと、中国の主戦力が到着する前に肩がつき、その領土は言わずもがな全て韓国が確保。朝鮮半島は統一されることになったのは喜ばしいのですが、ゲームシステム上一部プロビが日本扱いとなってしまいまして、一部の陸軍がそこに閉じ込められてしまい、またバニラの軍事通行権的なものもないため、日本は韓国によって6個師団事実上の壊滅とこの後なります。なんてことだ。軍事通行権じゃなくとも何か他に方法はないのか。韓国は日本との外交やり取りをほとんど拒否してどうにもなりません。手を組む相手を間違えたかもしれないな。それより問題は中国をどう抑えるかです。海軍はすでに全て出撃済みですが、それでも制海権を完全に掴むには至らず、沖縄などはすでに上陸されたとの情報も。下手に反撃すると逆に殲滅されるかもしれませんので、敵が消耗するのを着実に待ちましょうか。なおこの後海上自衛隊は戦力を護衛部隊に分散させてしまったこともあり、中国海軍にボコボコにやられるというかなり痛い展開となってしまいました。造船所がやっと増強できたタイミングでの中国との海戦だったからな。しばらく海軍はおとなしくしてた方がいいかもしれないな。日本の海上自衛隊戦力はかなりのダメージを負ってしまい、アメリカの直接援護もない今、最も恐れることは韓国の降伏でしたが、韓国は追い込まれるどころかむしろ満州方面にじわじわと切り込んでいる様子。貴重な歴戦の6個師団を閉じ込めるムカつく野郎だが、あの中国相手に陸上戦力でいい勝負しているのはさすがだと称賛できるね。とはいえ国力的に有利なのは確実に中国。数ヶ月とか1年くらいなら持ちこたえてくれそうだが、それ以上はわからんから、一刻も早く日本も中国本土に上陸して、せめて韓国の負担を軽減してやらないと格好がつかないぜ。ちなみに海軍の修理には数ヶ月かかっている状態なのですが、九州地方は敵の中距離弾道ミサイルか何かにめちゃくちゃ焼かれてまして、港はもちろん工場もインフラも何もかもこっぱみじんとなっていました。そう、隊長が反撃のミサイルを発射できたら、ネオアームストロング、そんなバッチリ大砲ぶっ放している暇があったら、さっさと上陸してこいと上海へ。上陸自体は敵に対して大軍でしたので簡単でしたが、18個師団しかいませんので、戦線に穴が開かないようにするためには、一定程度のところで待機しないといけませんでした。が、これで韓国側の負担は楽になるでしょうから、彼らは逆に進撃しやすくなったでしょうし、日本は日本で現在追加の師団を徴兵中ですから、もう少しお待ちいただければ、中国本土をさらに制圧することは十分可能だと考えます。早速
く来たな。一部新兵もいるようだが、中国も2カ所からの攻撃に戦力が足りていない様子だし、やっぱり部分的な戦力集中さえできれば、陸上自衛隊がぶち抜けない敵はそうはいないな。途中敵を小規模に包囲分断しながら北上した次は南部に前進開始。かなり遠くて大変ですが、南部の沿岸側まで突っ走り、上海周辺で睨み合っていた敵軍の一部分断全滅に成功しますが、そろそろ本土の兵器生産目的に大規模な攻勢はしばらく無理ですね。一旦立て直して補充フェーズに入ろうと思ったらなんと韓国が北京を抑えそのままなんか、これに応えてやらぬは武士の恥と、韓国軍との合流を果たした後、中国は日韓が半分ずつ前線を支え合ったことで広大な土地を抑え切ることができ、降伏しました。戦後、中国の土地のほぼ全ては台湾、中華民国に返還されることになり、インドにも一部領土が解放されただけでなく、日本は香港をさらっと傀儡国家にして事実上の植民地を確保しております。まあ私たち頑張ったんだから、香港くらいもらってもってな。ということで、思わぬ形で日韓の協力によりアメリカ抜きでの中国撃破を成し遂げてしまったので、ボス倒しちゃったし日本現代モッドプレイはここまでにしようかな。海上自衛隊も半分近く中国の海軍ですからこれで米帝を倒しに行くって言ってもあれですからね。うむ、アメリカを倒すのはまた別の機会ということで、本日の動画はここまで、高額献金、当院加盟、いつも通りよろしく頼むぞ。